考えても推察しても、なんとなく、お探しても。皇帝は今、神になれない。オーガさんは、壁としてある。その前で神託に従わねばならない、時。皇帝は存在の必要がない。誰が悪いのか？中華思想、あるいは共産主義の結末は、皇帝を神にせんとする、か。それはできません。シンプルな断言、結論それは。何かの行き止まりを示す。できるわけがないじゃないか。なんでそんな、わかりきったバカなことを信仰するのか？そんな妙なカルトを信仰する側の問題、である。それはできない、なんとなくある、壁。現状全く問題ない紙、紛争解決機構、それ、が存在するから、だ。その時そこにいるのは何というか、サイコロさえ触れない何か。決めることができない、そこ、に選択したことの、責任、が発生するから、だ。決断にミスがあったら死ぬ椅子。